なんかメール送ろうとしたんですけど、すごい多分エラーになって送れなかった。届いてました？え？お休みメール。なんだろうな。でも自分だけっぽいけど。送れない人まだいた。そう、送ろうと思ったら真っ白になって。私結構諦めが悪いんですけど 合計でもう10回ぐらいは試したんですよ。諦め悪すぎて。で、なんか電源落としたりとかして 違うページでいろいろやったけど無理だった。明日には治ってるかな。どうなんだ。みんなどうなんだ。でもなんだっけ。そう、メール以外は何でもできるからさ。いやでも他のメンバーは遅れたって言ってた。選ばれしものだけ送れなかったパターン。時間帯、いや、どうなんだろう。時間帯も関係なさそう。え、オフショットで。オフショット送ったけん。もう今日はダメみたいな。そんな。そんな。そんなストレージみたいな 容量あったん？容量になったのかな みんなのために？ ファンの方のことを加味して担当の人が送れないようにしよう 高尾さやか送れないように送信措置。でもそう、自分的には意外と今日送ったオフショットは結構なんか過去一ぐらいでメールの返信が来た気がする あれ？これ過去一？誕生日は多分超えれんと思うけど、なんか
か多いな。日曜日やったっけんか。なるほどね。今日人多かったもんな、博多駅。リールも関係してる？リールも関係してる？あ、両両ファンの方の。そうなんです、多いんですよね。めっちゃ多かったですね、福岡。人酔いしそうだった。ね、確かに。でも春休み終わったはずなのにね、やっぱ人は多いね。確かに天気も良かったしな。福岡でなんか買い物しようかなと思ったけど、なんか全然ピンとくるものがなくて。2日間でって言ってもな、そう、ほぼ1日、ほぼ1日分ぐらい堪能して広島に来た。うん、超弾丸ですね。土日ね、土日オフだったんで、2日間ってどうだろうなーって思ったけど、まあ帰省しました。次いつ帰省できるか分かんないんで。そうだね、福岡やけん行けるね。意外と土曜日夕方頃帰って、で今日夕方頃広島に来たんで、一日、本当に実働一日ぐらいですけど、そう、うん。昨日は外食して、今日はそう昼ご飯、朝ご飯かな、で一緒に食べて終わりました。そう、目玉焼き、でもそうだね、帰省できるときに帰省して、会えるときに会っとかんと。ご飯美味しかったですよ。そう、後悔したくないんでね。夏はね、なんかできなさそうだしなーって思って、なんとなく。去年確か夏どうだったかな、あんまり帰ってない気がする。ゴールデンウィーク、どうだったか。
夏はねいろいろイベントもあるしね。よかったです。明日は月曜日か。月曜日だ。1週間始まりますね。明日は結構早めからのスタートですね。今日はインスタとしました。リール、もう桜の投稿を今のうちにしておく。完全に散る前に。可愛かったですか。どこが特に可愛かったか抜き打ち どこが特に コメントに書いてくださいね。リールの後で見に行きますんで。寝る前に見ようと。やっぱりこう安らかな気持ちで寝たいんで、
安眠コメント。見てますからね。見てないと思いきや見てますよ。見てないと思いきや。そう。恥ずかしい。そんな感情なんですね。なるほど。そうなんですよ。なんか今日は全然、今日っていうか最近やんこれないんですけど、でもポストは続けてるんですよ。そう、黄色。どっちでもよき。やん、これは私服かな。黄色似合う。そう、最近黄色衣装さんに何色が似合うと思いますかって聞いたら、黄色か水色って言われたんです。水色ってなって、ピンクは言われなかった。水色に合うって言われた。まあ、そうだね、 STU カラーですね。そうだね、似合う。うん、 PR 舞台とか
似合うんかしら。あの花垂公園のアンコール衣装の制服、学校の制服みたいなやつ、水色着たことないけど似合うんかもしれん。今んとこピンクか黄色。最近なんか、あ、そうなんだってなったけど、水色はまた意外な色。なんか今日のポストしたやつコメント見てたら、私が最近黄色、黄色が似合うって言われるみたいなポストしたんですけど、そんなことないよっていうコメントもあって、そんなことないよそういう使い方もありかみたいな。二度見した。そんなことないよ。え？そんなことないよってさ、結構さ、分かれるやん。慰める時のそんなことないよと本当にそんなことない時のそんなことない。そんなことないよ、おわそんなことないよ。そうそうそう。そう、慰め系の感じはよく見てきましたけど、まさかのそっち側の、そっち側のそんなことないよはなかなか見ないです。そう、そんなことないよってなった。久しぶりにシンプルなそういうコメント久しぶりに見た。そうなんです。うん。ん？ってなって。これは？そうそう。意地悪のこと書いて覚えてもらう作戦。あ、そういう作戦もあるんですか。いや違うやろ。いや違うやろ。
確かに。いろんな人がいますからね。でも覚えるにはいい印象で覚えたいよね。覚えられたいよね。いろんな人がいるからな。なんかほんとこの25年間生きてきてさ、といろんな人がいるなって思ってきたから、そうなんです。確かに。特にいろんな人と、そうだね。特にそうだね。確かに。お話し会とかでね。私普通ってないと思うんですよね。普通ってないと思うんですよね。いつから自分が普通と錯覚していたみたいな。自分が普通って思ってても人から思ったら普通じゃない時もありますから、いつかその自分が普通だとか、なんか個性がないとかいう方はいつからそう感じていた？そうそう、誰かが主人公でモブでみたいな、人によって変わるからそれ人によって変わるからさ、もう今日私いろんな人とすれ違ったけど、その人に、じゃあ私は本当に人生の1ページにも入ってないし、そういうものよ。でも一回接したらそれは変わるから。今出会えててそう思っちゃうのはもったいないね。大事や。
もさ、思うんですけど、人生って何ページあるんだろうって。思うんですよね。走馬灯とかさ、1秒間にブワッて流れるんかな。0.1 秒間とかでブワッて。一瞬だよね。ちょっと私、確かにちょっとロマンチストかもしれない。なんか恥ずかしいな。ロマンチストかもしれないな私。大丈夫。確かに結構星空とか好きだし、月の画像を送ってる時点でロマンチストか。まあまあ送ってるよね。思った。私昨日メールに送ったんですけど、今日リネがストーリーに載せてて、リネもロマンチストリネもロマンチストか。同じ時に同じ場所いて、ほんと同じ時間ぐらいにストーリーに、同じ画角で撮った月をストーリーに載せててた時があったんですよね。なかなかないですよね、そういうの。また今度ロマンについて話したいな。意外とない。どんな時間になるんだろう。でもね、星空は見たいな。星空とオーロラと、あとなんか草原、草原と、あとなんか山登りせないかんかもしれんけど、山頂から見た大地と山の感じ。見たいな。世界一周は絶対したいね。サバンナ？サバンナって動物がおる？森？森？
森みたいな。1年かかるか。野生動物が多くいるとこだよ多くいそうですね。でもそれはね、アマゾンはなんだ、アマゾンは、あ、サバンナは砂漠。アマゾンは熱帯雨林。ちょっと危なげなものたちが生息してるのがアマゾン。え、違う。アマゾンとサバンナどっちも危ない。結局ね、そうだよね。確かに野生でワニ見つけたらちょっと怖いかもな。ワニ怖いよね。カバ、カバ、え、真正面に立ったら見えない。確かになんか見えそう。カバね、結局なんか時々さ、こういうそういうヤバいランキング1位さ、カバとかだったりするよね。ライオンとかより。最強ランキング。カバね、確かに動物園におるカバなんかすごい穏やかに見える。カバが40キロ、40キロ、どのぐらい。ああ、そうか。車ぐらい。え？あんな大きいのに？止まれんそうよね。あんな大きくて。急には止まれんやろね。ちょっとずつ失速していくタイプかな目悪そう。
上がるそう。目いいのは鳥か。でもね、何も効かんそうよね。確かに皮膚が分厚くて。私結構なんかね、ダチョウとかね結構怖いかも。実際に見たら結構怖いかもな。あとカンガルー、カンガルーって結構あれですよね、格闘家ですよね。格闘家の感じ見てからちょっと怖い。絶対強いやろ。ダチョウもな、確か一番速いもん。ダチョウ。実際に見たことないけど、多分鳥かい。鳥の世界で一番速いんじゃなかったかな。でも飛ばんよね。動物園で見たことない気がするんだよね。そうそう、飛ばん。足で一番速い。翼なしで。チーターは動物界で速いのがチーター。いや、サエン遅い。サエンと動物はちょっと比べ物にならん。サエン遅い。サエン遅い。サヤに、負けるものはいないやと思うけどね。動物が本気出せば。どうやろうか。亀ぐらいかな。亀さんぐらい。でも亀さんもしかしたら本気出せば私より早いかもよ。本気出せば。そうそうそう、ウサギとカメみたいになる。
泳ぐのは早いよね、多分できそう。でも亀、家に亀おったらさ、癒されそう。1時間くらいずっと同じさ、もの食べてそうじゃない？亀。飼ってた？うん。食べ方かわいい。キャベツずっと食べてキャベツずっと食べてそう。何年生きるんだったっけな。千年？あ、鶴が千年か。え、鶴千年？あ、ことわざあるよね。鶴千年切る。比喩じゃなくて。え、ことわざか。いいですそうだよね、まあ普通に考えたらそうだよね。すいません、なんか普通に考えたら、いや、そうだよね。そんなことわざ、確かに昔から鶴はいましたね。そういうおとぎ話とか、ね、でも鶴も見たいな。175年、あ、すごい長生きですね。175か。長いね。鶴ね、レアですよね。一回鶴と思ったらね、詐欺だったんよね。え？めっちゃ夜。めっちゃ夜、めっちゃ。めっちゃ大きい鳥がおって川に。いや、めっちゃ大きくて、で細くて、足が細くて白くて、枕でよく見えんねんけどとりあえずめっちゃ大きくて、こんな大きな鳥見たことないと思う。大きくて細い鳥見たことないと思ってさ、バサバサバサって飛んでたんだけど、結構迫力あったよ。やっぱ野生っていうか、こういつも通る道とかにおったらもうイレギュラー感が半端ない。詐欺、確かに詐欺、いや詐欺もかっこいいよね確かにちょっと名前がな、なぜか、なぜかね
やっぱ詐欺これか。あれやね、ジブリの、ジブリに出てくる詐欺もな。やっぱね、近くで見たらすごいんでね。鶴になんか似とるし。君たちはどう生きるか、確か。アオサギか。鶴、え、でも鶴一回見たくないですか。鶴一回見たい。動物園におる？でも願わくば、ちょっとなんとなく散歩しててなんとなく散歩してたら鶴おったみたいな脳ないか何か。いやでもそうだよね、寒いとこにおるか。写真見たら ずっとなんか雪の上におるんやけど雪の上で生活してる。北海道ね、すごいね。北海道のイメージとかあるんやね。すごいな、鳥ってすごいな。ああそうなんや。こう実際見に行ってもいない可能性もあるとか。わし、わし かっこいいな。ここっていうピンポイントで。実際わしも鷹も好きだけど、わしも好きです。鷹の大きいバージョンがわし。トンビね、トンビはよく見るよね。あ、でも近くでは見たことない。ずっと空を飛んでるのを見てる。なんかめっちゃ大きいワシ、なんだろう、なんかさ、すごいワシいない？すんごいワシいない？人間みたいなわし。人間みたいなわしがおったんや。
そう。いや結構最近見たんですけど、大鷲かこれ。人間じゃないよ。どこで見たらこれ。何をしなんだ。よいしょ、よいしょ。どうなんだろう。動物園な。分かったらまた言いますね。さやごろ？次はいつか分かんない。もっと先だと思うけどな。なんか TikTok にね載ってました。私公園前に4人で一つの椅子に座ってた。急に乗る TikTok に。
そう、あれは ももちゃんの卒業公演の日の出来事です。最近ポニテしてる時なんやろ。第4だよ。今日私は褒めたいことは広島帰ってきてコンビニ行ったんですよ。本当はハンバーガーのセットを食べようかなって思ってたんですけど、でもそこをやめてコンビニにしてパスタサラダを食べた。そうなの。褒めたいね。でもチキン食べた。チキン。まあでもチキンはいいよね。揚げたやつ。やったらいいかなと思って。そしてあとビタミンのレモンの飲んで、これは健康的？ハンバーガーとポテトよりも栄養あるよね。そうなん。サラダパスタってなんかいいよね。
気持ち的にも良い。バグってる？でもパスタもいいと思ってるよ私。パスタもなんかヘルシーじゃない？ダメ。うどんのが、いや、うどんもそんなに、うどんはヘルシーじゃないか。麺類でヘルシーなのはサラダパスタか。あ、そば。そばだね、そば。春雨ね、春雨スープとかある。そばいいね、いいと思う。そば好きなんよね。夏とか食欲ないとき食べる。うん。ザル系か、とろろ系か。いいよね。夏の中で一番食べてる気がする。そばのこと。かけそば？かけそばってなんだっけ。あ、具のないそば。はあ、はあはあ、あったかいそば。へえ、具なしのあったかいそば。辛いつけだれも美味しそうですね。盛りそばとは持ってあるってこと。かまぼこ？かまぼこ入ってるっけ。そば。ああ、ざるそばのことか。こんなにさ、夏さ、そばをめっちゃ食べてるって言ってるのに全然種類知らんっていうね。あ、海苔があるかないか。へえ、ざるそばは海苔が乗ってて、盛りそばは海苔が乗ってない。
バコは別注文追加注文ですか。海苔で50円は違う。50円、え、そうなんだ。別注文。そば湯、そば湯、そば湯、そば湯。私この前そば湯、普通にそば全部食べて、その薄まったつゆを飲んでたら、そば湯いかがですかって聞かれて、あっあ、そっかってなってそうだったわ。そんなま飲んでた。そば湯はいかがですか。お願いします。めっちゃ喉乾いたし、その後。めっちゃ喉乾いた。え、なんか忘れてて。そば湯入れずに、もうそのつゆがそば湯ってもう認識しちゃってて、そば湯美味しいなって思ってたら全然そば湯美味しいなってなってたら、そば湯はそういえば冷たかったなみたいな、冷たいなって。で半分になってからまたお湯ついたから、なんか薄くなってて、さらにちょうどよくなるはずのそば湯がもう薄まってて、いやまたなんか違う違うものが出来上がったなみたいな。そうそうそう、飲み干してはなかった。慌ててそば湯作ったけど、滑らな話ではないんですよこれは。ね、何だったんだろうな。誰も言ってくれなかったの、誰も言ってくれなかったね、誰も。まあその時一人で言ってたんで。誰も言ってくれなかったな。一人でおったらもうこんなこと日常ですね。結構驚きました今の話。あるあるではない、あるあるではない、ないない。ないない。そうだよね。そうだよね。なんかね、ちょっと自分でもちゃんと考えれば。ちゃんと考えたら分かること、なんか分からん時あるんだよね。
そう、ふわってしてる。でも真剣に考えてんの。めちゃくちゃ真剣に考えて、全然方向性間違ってる時ある。元から違った時ある。あ、そっかって言われて、あ、そっかってなる時。しっかりしてるのかしっかりしてないのか。そうなのよ。よくさ、リハの時とかゼッケンするんですけど、いつもそれ着たまま帰ろうとしてんだよね。アウター着ようとして、あってなって、一人でってなってフフフ反応しようにも、自分で自分だからツッコミもできないし ってなってちょっとやだ、恥ずかしい。多分視界には入ってるメンバーいると思う、その行動の私を。でも気づかないふりしてくれ。結構青で目立つんで。そうだ、さやかに観察してる私のことを。観察？確かに結構観察してたら面白いかもしれない高尾さやかの日常、全然面白いと思うよ。ね、定点があったらね。点があったらね、ないからね。あ、ドッキリ。ドッキリかけやすいとは思う。ドッキリ一回かかったよ、あの PR 舞台の。
ビアル舞台のファイナルの時、東京で探偵さん、あれは探偵さんでした。探偵さんでしたあれ。そうそう、探偵さんがびっくりしてましたね。あれよく気づかなかったですよね。あれよく気づかなかったくない？だってみんなが探偵さんの格好をしてたのに気づかなかったんだよ。気づかずに私ネタを張ってるんだぞって言って、でその後確かにおかしいなって思うのは節々感じた。あの時はなんかあの時変だったなとか、そうめっちゃね急がないかんのにスタッフさんがめっちゃ全然急いでなくて急いでなくてっていうか、なんかなんだっけな、いつも私が持ってるあの黒の手帳をなくしたって言っててなくした？え？みたいな、なくした？そうそうそう、時間稼ぎだったんだね。まあでもとりあえず冷静だったんですけど、まあでもなんか始まる前にとりあえず急いで走って行って叫びなさいって、ネタ上がってるんだぞって叫びなさいって言われてたんで、それを実行しようっていう、もうその任務で頭がいっぱいで、その任務を遂行したら気づいたらみんながネタは上がってるんだぞって言って、え？え？あれ？なんで来てるんだ？同じ歌あったんだみたいな、まさかすぎた。いやでもドッキリ何でもかかると思う私。そう。面白かった。え、寝起きドッキリはどうだろう。寝起きドッキリね、でも私結構わかる、なんか物音がわかるすぐ。ドアガチャでわかると思う。ってなるよ。ドアの音しないように入る。でもドアが開いて空気が入ってくる感じのなんかみたいなのでわかるもん、誰か来たって空気のあの感じ。
でもどうやろうか、めっちゃ熟睡っていうか睡眠不足だったら気づかないかもしれない。の時は目覚ましもねすごい気づかないもん、遠くから聞こえだんだん聞こえてくる感じになるから。確かにな。そういえばあのさちょっと前にあったさ、あの時のもしかしてお化けいたかも説のあの場所、心霊現象。そう、あれは怖かったな。そう、顔に電流が走った。あれは金縛りだったのかな。人の気配はそうずっとあった。あとドアが開いてる、ドアが開いてて、でずっと私がドアを閉めようと頑張ってるけど全然閉まらない、夢みたいな。怖いやろ。え？でも私見たことないよね。でね、こんなことね、夜中に話すものじゃないよ。夜中に話すものじゃないからこんなこと。いや、守護霊強いんで。守護霊強いから。ね、いや大丈夫です。私に飛ばしても弾きますよ。弾きますよ。
そうだよ。バリアーってバリアー子供のやつ。でもよかった。バリアバリアバリアって何って感じよね。あの鬼ごっこの、バリアって何。そうなんだ。ちっちゃい頃の鬼ごっこってさ、どんどんルールが追加されていってたような気がする。鬼ごっこね、鬼ごっこって怖いね。なんか名前、サーヤンに追い、なんだろう、追いかけられたい？面白いね。やだな。でも小学校の頃は足早いですよ。今はちょっと今はちょっとな、持久力ならあるんですけど瞬発力が。いや結構もうクラスでもうもしかしたら4番目ぐらいに早かったかもしれない3番目か4番目ぐらい。早かったかもしれない。今遅いね。いや、ほんとほんと。
8秒だった。毎日ね鍛えてたんで。早い。え、ほんとほんと。低学年の時8秒で、でどんどん成長していくつ、いくにつれて9秒とか10秒になっていって、自転車乗れるようになってからもうめっちゃ遅くなった。もう全然外で遊ばなくなって、ゲームになったから。今もう多分12秒ぐらい。12秒。何曲あったかな。読んじゃおう。なおさん、ホタテ様、ももびりさん、タッチさん、いちるさん、まなべさん、猫のおかずさん、つりけんさん、こっぺさん、にのまるさん、F 渋谷さん、大西くん、ころすけさん、なりさん、せいやんさん、おーさむさん、シュガーポットさん、サトロクさん、パピポンちゃん、スーパーカブさん、サトケンさん、しんちゃん、りょうさん、コーチさん、ミッチーさん、エビスさん、ロックオンさん、ドットリ太郎さん、としきさん、ポイポロさん、キチネさん、マッペーさん、ゆうきさん、木彫りのシャケさん。イエーイ、ありがとう。ありがとうございました。うふふ。ありがとう。なぬ。もうもこもこのパジャマは暑いですね。
もう寒くならんよね。寒くなるかな。うん、今日さ、タンクトップの人いたもん。タンクトップで過ごしてる方いた。確かに。ソラハさんはノースリーブだからタンクトップじゃない。そう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 。タンクトップ。レッスンタンクトップって多分過去にないよね。タンクトップで来るメンバー。終わるか。じゃあねー、バイバイ。バイ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 。